いやーもう毎日暑いんだけどもさすがに夏服秋田もう同じような半袖短パンばっかりだからそろそろ秋の着こなしとかも気になるところなんだよなだけどもいきなり高い秋冬物買うのもちょっと勇気がいるからまずはユニクロあたりから色々と検討していきたいんだけども大人に似合うような今年ならではのユニクロの秋服誰かバシッと教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さんこんにちはスターリストのしゅんです今回は動画なんですがが大人がユニクロでこの秋買う べき服、5選というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ、冒頭にもお伝えしゃった通りまだまだ暑い季節が続くわけなんですが、まあ、最近のですね日本はもう本当に暑い時期が長いですよねもう5月ぐらいから暑くて9月末ぐらいまでは暑いのでもう結構ですね半袖短パンだとかカジュアルな着こなしに飽きてる方も多いのかなと思いますまあ、僕自身もですね夏服に飽きてしまいまして最近はですね暑くはあるんですが秋冬物をですね ガガンガン買ってるわけなんですね、まあ、この時期はまさにですねまだ季節的には暑いんですけども秋物が豊富な時期でもあるのでぜひ、まあ、皆さんにもですねチェックをしていただきたいなと思ってるんですねそんな中でもやっぱり身近なユニクロですね商品の入荷のですねペースが速いんですねですので既に秋物はかなり揃っていますし冬物も結構あったりするので今時期にですねチェックをしておくのも悪くはないんじゃないのかなと思いますということで今回の動画では大人の男性にも 似合いそうなですねユニクロの秋の新作をですね一挙に5点ご紹介をしていきたいなと思っていますのでよかったらですねまだまだ暑いかなと思うんですが目星をつけるためにも今回の動画を楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的にユニクロの秋物の新作の中で、大人世代に似合いそうなものを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらですね、デニムジャケット、価格は4190円ということで、ユニクロの定番的なですね位置づけのですね、G ジャンですね、僕ら世代から言ったらこの言い方がしっくりくるかなと思うんですが、まあ、デニムを使ったジャケットということで、これは使い勝手が最高にいいかなと思います。大人の男性にとっても定番的な位置づけなので、 ま一度ははたこととがあるかなと思うんでですすねね僕は中3ぐらいにです、ね、リーバイスの G ジャンを買ってですねまあ結構愛用してたのをよく覚えてるわけなんですが、まあ、今期のユニクロの G ジャンに関しましてはベースデザインに関しては本当にオーソドックスな G ジャンではあるんですがポケットの位置だとか数がですね、まあ、前回のモートはちょっと変更があるんですね、まあ、前回は左胸に1つだけついてるようないわゆるこうリーバイスの G ジャンの中でもファーストタイプと呼ばれるようなものが原型にはありましたが今回はですね 同付付近ににですね左右対称にポケットが付けられていましていわゆるこうリーバイスのセカンドタイプにですねベースが近いようなじいちゃんになっているかなと思います、まあ、最近じいちゃん自体が結構トレンドアイテムとしていろんなブランドからリリースされているんですがちょっと前まではファーストタイプが圧倒的に多かったんですが今季からですね結構セカンドタイプのものがいろんなところからリリースされているのでその流れを組んだようなアイテムとしてこれも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います結構ですね僕はファーストトタイプのの左胸だけにポケッががあるのが 好きなんですが、まあ、結構ですね市場にもあふれていたのでたまにはこういったセカンドタイプもいいんじゃないのかなと思っていますでオーソドックスなデニムジャケットというよりは肩のラインもやや落ちていてシルエット的にも少しゆとりがあるので今っぽいジージャンになってるんですね僕もですねジージャンはいろんなものが好きで買ってはいるんですが本当にジャストサイズの昔ながらのジージャンだとちょっと使いづらかったりするんですねというのも今はですねいろんなもののののサイズ感がが少しゆとりり出ているのでその中でそ中あまりにジャストサイズ なジ,ージャンだとですねちょっとそのアイテムだけが浮いてしまうので適度にゆとり感があった方が全体との調和が取りやすいかなと思いますしあとは今の雰囲気も漂いやすいかなと思うんですね、まあ、僕ら世代がジャストサイズの G ジ,ジャン着てるとちょっとですねおじさんっぽかったりだとか古臭い感じもしてしまうんですがそういった雰囲気は全く出ないようなデニムジャケットに収まっているのでこれはですねなかなかバランスがいいなと思っておりますカラー展開なんですがオフホワイトがありましてあとはダークグレーそしてオーソドックスなブルーといます というう形ででであるるかなな思うんですがが個人的にに番気になるのがダーークグレーですねこの色合いが、まあ、結構デニムの中ではブルー系が王道と呼ばれますがブラック系のジーンズをこう色落ちさせたようなダークグレーってこれまたですねブルーに次ぐ結構代表的な色合いなんですがブルーよりも少しシャープでモノトーンの色合いなのでちょっとこうモード感もあって僕はこの色味がすごく好きなんですねジージャンというドカジュアルなアイテムの中でそういったですね色合いだけでもシャープにするとだいぶ大人にもハマりやすいかなと思うので 一押しはダーークグレーかなと思っていますブラック系のパンツに合わせていただいてもいいですしオフホワイトの綺麗なパンツに合わせていただいてもいいかなと思いますのでさまざ、あ、まな使い方ができるかなと思っていますそして結構ですねオフホワイトもいいんじゃないのかなと思っていましてこれはワイドデニンの方でも同色でカラーがあったりするんですが真っ白というよりは少しライトグレーっぽい色味で爽やかに振り切ったようなホワイトとはまたちょっと違うんですねこの色味の感じが結構黒ろと感があってなかなかバランスがいいなと思いますいわゆる G ジャンという よよりりもホワイトにすすることでよりですねクリーンなイメージになって G ジゃんっぽさというところが薄れるので結構これまた使い勝手がいいいいいんじゃななのかなと思います、まあ、いずれにしろ価格が4,990円ということで G ジャンでこの価格というのはなかなかですね実現しづらいところでもありますしだからといってチープな感じがしないんですね色落ちの加工みたいなところで言うとやっぱりですね高いものだと精巧に作られていてああィンテージ感がリアルに表現されてるなと思ったりするんですがユニクロのものは正直こう色落ちの感じとしては 割とこう強く出していないのでだからこそチープに見えることもないのでこれは名品かなと思います秋のですねライトアウターとしてこういった G ジャン系はすごく使いやすいのでぜひ皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらですね。僕も私物があるので持ってきましたが、まあ、今年のものではなくてちょっと数年前のモデルになっています。ユーティリティショートブルゾンですね。価格が6 9 9 0円ということで、まあ、今季も新作でこちらがリリースされています。まあ、これはですね、結構名作でいろんな YouTuber の方も取り上げていますが、やはり完成度は非常に高いかなと思います。まあ、いわゆるですね、ショート丈のブルゾンでバブアっぽいデザインですね。僕の中ではユニバブと呼んでいます。 出るんですが本家のバブはもう非常に好調で本当に定番的な位置づけになってくるかなと思うんですが、まあ、その雰囲気をですねユニクロの価格帯で味わうことができてまあ、一切チープさがないようなアウターとしては非常に完成度が高いのがこちらの UTT ショートブルゾンかなと思います、まあ、本来で言うとですねやぼったく見えがちなデザインではあるんですが合わせ方次第ですねこれにですねブルージーンズだとかあとはベージュのチノパンとか合わせてしまうといわゆる昔ながらのですねおじさんっぽい着こなしになってしまうのでちょっとワイドパンツを合わせたりだ とかブラックのショートブルゾンだったらちょっとブラウン系のですねワイドパンツなんか合わせていただければ、まあ、今っぽい着こなしにはなってくれるかなと思います、まあ、僕が持ってるものに比べるとちょっとディティールが変わってる部分があるんですね例えばポケットですね胸の部分に縦にですねポケットがついたりだとかあとは腰ポケットの仕様もやや変わっていたりするんですが、まあ、いずれにしろですねすごく使いやすい現代的な雰囲気になってるかなと思いますババアのショートブルゾンと近しいところではあるんですがよりこうクリーンにですねミニマルな雰囲気になってるので本来の のこう野暮ったさみたいなところがそぎ落とされていてより間違いとしては使いやすいようなそんな雰囲気になってるかなと思います生地感もですねチープな感じは全くないですね僕もバブワーのアウターはですね3着ぐらいこれまで買ってきましたが、まあ、正直そんなに大きな違いは感じられないほどですねバランスのいい仕上がりになってくるかなと思います、まあ、バブワーといえばワックスが塗ってあるですねちょっとオイリーな雰囲気のものもありますが、まあ、そういったものとはちょっと違った風合いにはなりますが、まあ、最近はバブワーでもこういった通常のですね素材化のもの増えてるのでそういったものと 比べればですすね非常に完成度も高いいなと思いますカラー展開は3色になっているんですがまあやっぱり使いやすいのは圧倒的にブラックだと思うんですね、まあ、デザイン自体が結構クラシカルで失敗したおじさんっぽく見えるので、まあ、ブラックでまとめるのが一番使い勝手がいいのかなとは思うんですねその他にはブラウンがあってもう一色がですねオリーブという感じなんですがブラウンはですね色としてはおしゃれなんですが僕ら大人世代が着るとめっちゃおじさんっぽくなる可能性があるのでちょっと危険な感じはしています それよりはブラウンの方がもうちょっと深めのカラーなのでボトムスをブラックとかで引き締めていただければまだ使えるかなと思いますね色合いの雰囲気はオリーブの中でも少し微光沢があって品があるような色合いに仕上がっているのでこちらだったらいいんじゃないのかなと思います個人的にはオードのブラックが使いやすいなと思うんですが2番目にオリーブというところでぜひ、まあ、皆さんにはおすすめしたいなと思いますこれ結構襟を立てて着てもですねバランスがかっこよかったりするのでそれぞれの気温に応じて着方を変えることでだいぶ見え方も変えられるかなと思うのでぜひまあ 皆さんもです、ね、改めてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね。ジャージーオーバーシャツですね。価格は3990円ということで、これこそですね、夏の終わりぐらいから T シャツの上にさらりと着るだけで様になるようなアイテムとして、持っておいて間違いがないようなアイテムになってくるかなと思います。通常のシャツに比べると、ちょっとアウターっぽいような仕上がりになっていまして、素材はジャージー素材ということで、ストレッチが効いていまして、風合いとしてはちょっとデニムライクに見えるようなものなんですね。表面にはちょっとだけ肝感があって、 この辺りも季節感があってすごくバランスがいいかなと思いますしあとはデザイン的にはですね胸に2つのポケットですね両胸についていますので結構アウターっぽい見え方になってくるかなと思います通常のユニクロのシャツっていうのは割とこうジャストサイズっぽく作られてるんですがこの辺りのジャージーオーバーシャツであれば最初からサイズ感にちょっとゆとりがあるのであえてワンサイズとか上げなくてもですね今っぽい見え方になってくれるのでこれは1枚あってもいいんじゃないのかなと思っております色に関しましてはブラックとブルーの2色なんですが 個人的にはですすねあまりカジュアル見えしすぎないブラックがいいかなと思うんですね、まあ、真っ黒というわけではなくてちょっとウォッシュがかかっていて色落ちしたような風合いですねこのちょっとしたですねユーズド感みたいなところも含めてなかなかですね仕上がりがいいかなと思うんですね、まあ、ブラックというよりはスミクロとかダークグレーに近いような色合いで着るだけでちょっとこうシャープに見えるような色合いなのでこれはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います、まあ、ブラック系のパンツでシャープに合わせるのもいいと思いますしホワイト系のパンツで爽やかに着込 話していいいいただくのもいいと思いますあとはブラウンだとかオリーブ系のちょっとやぼったく見えるようなアースカラーのパンツ合わせても相性がいいかなと思うので結構様々な使い方ができそうかなと思いますまあ秋であれば T シャツの上にさらいと着てこれがアウター感覚になりますしあとはですね冬場であればこの上にですねアウターを着ることで普通にこうシャツとしても使うことができるので結構長いシーズン活躍してくれるようなそんな1枚かなと思いますユニクロのベーシックなシャツもいいんですが個人的にはこの辺りのシャツアウター的な土地位置の ものが意外と使いやすいかなと思ってるのでこれはですね派手さはないけども地味に活躍してくれるアイテムかなと思いますフラップ付きのポケットですねこのあたりのディティールなんかもすごく個人的には好きなポイントなのでぜひ、まあ、こちらもですね皆さんチェックしていただきたいなと思っています はい続いて4点目はこちらですねスフレアンクルーネックセーター価格は2990円ということでまだ暑い季節なのにニット見るだけでも暑苦しいと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、季節は必ずですね進むわけなので、まあ、これもちょっとチェックしておくといいようなニットになってくるかなと思います、まあ、ユニクロにもさまざまなニットのシリーズがあるんですがその中でもスフレアンはここ数年ですねちょっと定番化してきたようなシリーズになってくるかなと思います厚厚みで言うと薄すぎず,厚すぎず の中なんですねこれぐらいが使える季節としても結構長めなので、すごく個人的にはですね、1枚だと重宝するのがこちらのニットかなと思います。シルエットに関してもですね、ユニクロの定番的なニットに比べると少しだけゆとりがあるので、まあ、まさに今っぽいようなニットになってるかなと思います。襟幅も結構大きめで、結構首元もですね、アクセント的に使うことができますし、割とこうセレクトショップのオリジナル見えするような、そういったニットかなと思っています。で、スフレアンの素材感としては、まあニット トが苦手ななななな方ででも気軽に着やすすいいようなチクチクしないよううチチククし肌触りんですねこの辺りの柔らかさだとか風合いも含めてスウェットライクで使いやすいところもすごく評価できるポイントかなと思いますそしてカラー展開が豊富なんですが個人的にはですねちょっと意外性はありますがライトグリーンですねこの辺りの色合いが綺麗なんじゃないのかなと思いますグリーンなんですけどちょっとイエローにも見えるような柔らかい色合いなので着こなしの中でちょっとした華やかさというか一つのアクセントとして効いてくれるかなと思うんです だけどもビビットな色というよりは柔らかいような発色の綺麗な色というところなので意外とですね秋冬のコートだとかダウンの内側に入れた時に程よいですねアクセントとして効いてくれるのでこのライトグリーンがすごくいいんじゃないのかなと思っておりますそしてブルーですねこれまた使い勝手が良くてまあ男性であればブラックだとかネイビーとかのですねアウターを着る方が多いかなと思うんですがその時の内側としてブルー系ではあるんだけどもネイビーなんかに比べるとだいぶ明るい色合いなのでの なやかかさも出る色でこれままた使いいいい勝手がいいかなと思います、まあ、個人的にはこのちょっと明るめの2色ですねまたはベージュですねオフホワイトに近いような結構ベージュの中でも明るめのカラーでこれまたですねブラックのダウンの内側なんかに入れるのもいいと思いますし結構単品で言うとグレーとかも都会的でシャープな色なのでどれもいいですね本当にこうデザイン自体はオーソドックスで使いやすいんですがサイズ感今っぽいとかリブが強めだとかそのあたりも含めてちゃんと様になるようなもので色合いのバリエーションも 豊富ななんだけど結構ハズレがないんですね。ユニクロのニットって結構この色は使えないなというのもあったりするんですけどこれは結構前色いいのでなかなか難しいところではあるんですがちょっと違いを出す意味ではライトグリーンあとはですねブルーがよくて定番的なグレーとかベージュなんかもいいかなと思うので是非皆さんもですねこちらチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はボトムスいってみたいなと思います。先日はですね、ユニクロのワイドストレートジーンズですね。こちらをご紹介しました。ユニクロの中ではワイドパンツというのはそんなに多くはなくて、ユニクロ U だとかコラボレーションラインですね。そういったとこではよく見られるんですが、インラインの中ではなかなかですね、こういった用意がなかったんですが、ようやくですね、このあたりがしっかりと揃ってきて、だいぶ選択肢が広がったなという印象があるんですね。こちらのデリンも非常に良かったんですが、今回ご紹介したいのは、ワイドフィットチノの方ですね。価格は3999円。 90円ということでこれまた使い勝手がいいワイドパンツになってくるかなと思いますまあワイドフィットではあるんですがテーパードが少し効いているんですね膝から下にかけて少しだけ細くなっていくという形なので決してこうワイドに見えすぎないだらしなく見えすぎないのがユニクロが考えるワイドパンツなのでこの辺りは大人世代にも結構似合いやすいかなと思います裾の長さだけですねこれをだらしなく裾上げしないで来てしまうと結構ですね大人男性には致命的なんですがワンクッションとかハーフクッションくらいで綺麗に ちゃんと長さを整えていただければ割とこうストンと落ちるようなシルエットでそんなにこうだらしなく見えないので大人世代にも使い勝手がいいかなと思いますただ似合う似合わないは分かれるのでちょっと違和感が強いなという方は無理をしなくてもいいかなと思います割とこうトレンド感の漂う着こなしが好きなですね30代40代世代にはハマりやすいようなですねちょっと綺麗感のあるワイドパンツではあるのでこれは使い勝手がいいかなと思いますで結構カラー展開がですね4色になっていましてもちろんブラックなんかは使いやすくはあるんですが意外とですねこう アーーースカラララのブブウウンンだとかダークブラウンとかかダクこの辺りをですね押したいなと思うんですね35番のブラウンに関してはいわゆるですね大人の男性がよく履くようなベージュのチノパに近いようなですね雰囲気になってるんですね個人的に押したいのがですね38番のダークブラウンですねこの感じだと結構シャープさもあって秋っぽい雰囲気も漂いつつ結構ですねブラック系のアウターとかの相性がすごくいいんですね例えば最初にご紹介したデニムジャケットのダークグレーだとか あとは UTT ショートブルゾンのブラックだとかあの辺りと合わせた時に結構このダークブラウンのですね色の違いというところが結構ハマりやすいかなと思うのでこのような上半身に濃い色を持ってくる時にはちょっとこういったダークブラウンのボトムスが非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います表面にはちょっと微光沢があっていわゆるこうやぼったく見えるような血のパンとはまた雰囲気が違ってくるんですね股紙も程よく深めなのでタックインをした着こなしなんかもできますし結構一本持っておくことで様々な着こなしは想定 しやすす。いいかなと思います、まあ、ブラウン系のパンツというと僕ら大人世代だとちょっとこうやぼったくなるかなとかおじさんっぽく見えるかなという心配はあるかなと思うんですが割とそういうですねやぼったさというところが強く出ないのが一つのポイントなので、まあ、一度試着をしてみることをお勧めしたいなと思っています今は38番のダークブラウンが発売されていますが9月上旬発売のですね39番のダークブラウンなんかもですねちょっとワインっぽい色合いも混ざっていてなかなか雰囲気がいいかなと思いますアウターーーがでですねブラッククだとかダークグレーでじゃ ボスブラックだとちょっと重たいかなつまんないかなという時にですねまさにこの辺りのダークブラウン系のボトムスがバチッとはまりやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですね一度トライをしていただきたいなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロで大人が買うべき秋服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、ユニクロらしいですね、定番的なアイテムが非常に多かったかなと思うんですが、G ジャンだったらポケットが変わっていたりだとか、UTT ショートブルゾーンもですね、ディティールがちょっとずつ変化していたりだとか、まさに今年の雰囲気をですね、キャッチアップしたような商品にですね、アップデートされているので、まぜ、あ、ひ皆さんもですね、まずはお店で試着をしたりだとか、そういった段階でですね、試してみるのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、これから9月に入っていった時、 なんかにですね、ボトムスだだだけけをちょっとこうブラウンに変変ええてみるるととかかそうういっただけででもも雰囲気も変えられるかなと思うんですね今から使えるアイテムもあるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、ユニークの店舗で試着をしながら、秋の着こなしもぜひですね、早めに準備をしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツーム系の専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube の メンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信を行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを毎日皆さんに投稿してお伝えをしています。 僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストやプロも記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのシでした。また次回の動画もお楽しみに。